はい、チーズ塗り玉です。というわけで今回ヒルドルブというわけであの人たちの挨拶こんなんだったっけ、なんかチーズって言ってたよねというわけで今回ヒルドルブ、めちゃくちゃ勝てんかった。めーちゃむずいこのキャラ終わった。で今回ランクマじゃなくてフリーバトルの方に潜らせていただきました。さすがにランクマやって相方のランク落とすのはマジで申し訳なかったんで、ドルブね10クレくらいかかったね、4回勝つのにほんと地獄だった。でもねやってることはなんとなくわかるから身を見よう見まねで乗ってみたけど、こいつ強いねやっぱね。自由に弾打たせてもらえるんだったら本当に弾のパワーはあるなーって思った。あー無理あービダール無理ちょい榴弾とかこういうとこ合わせるんだろうな。ここ3弾3連射して、これ3連射になったんだね、弾3発になって、知らなかった。ここも焼夷榴弾合わせようとしたけどダメだった。横得に合わせて焼夷榴弾か3弾合わせたいところ。じゃあサブでもいいのか、爆風あるから。そういうところ見ると結構ビダールとかやれんのかなと思ったけど全然俺は無理だね松永が焼夷榴弾ちげえや、なんだっけあれ、先行弾からビダール落としてくれて、また自衛成功させてる。これ相方めちゃくちゃ強かったわ相方で全部強かった、マジでね。お前ら気張れっつって、もう最初は俺謝ってたの相方に、俺のせいだマジごめんこのキャラほんと勝てんマジごめんにわかでっつって謝ってたんだけど、どんどんやっていくうちに俺はこんなにバチバチ頑張ってんだからおめえらも頑張れやっつってぶち逆ギレしてみんな頑張ってくれた本当に本当に感謝ですというわけで、まあ視点に触れていきましょうか。まあやってること話すの話した方がいいのかな。なんかにわかなりのこうね、特化でガシャガシャやってブースト回復してっていう感じなんだけど、ここ相方がねブースト使わせてくれたんで、サブ9でなんか魂のザクマシンガンで取ってってと、あのね本当にね弾は強いんだよね。ね弾なんかね大事なこと、今からドルブ乗る人なんてマジでケウなあれだあれかもしんないけど、ドルブで大事なのってにわか並みかんだけど弾の避け方、そのどんだけ被弾をしないでいられるかっていうのがめちゃくちゃ大事なような気はする。というわけで2戦目、相方がですね、そこでさ、俺30乗って、相方が30乗って、一緒にぶっ壊してくるから、お前頑張れとか言われて、この1戦だけ勝てた。その後は全然勝てなかった。30乗ってない、マジ無理。相方30をいい感じに減らした後に、俺にヘイドが向いて、俺を落として、あ、ごめん死んだわ、つって。あ、ごめん死んだ、俺2回死ぬわ、これ。あー、ダメだ、つって。これ、エアリアルのビット飛んできて、エアリアルのビットとか、そう、ファンネル系をね、どっかうまく避けるところがある。どっか1回だけうまく避けたところがあるから、それだけ、そこだけはちょっと話そうかな。で、あれだね、弾避けるのが大事っていう話なんだけど、ロック距離が案外長いから、弾ポンポコポンポコ撒いてたら、そう、上昇とか下方、あ、なんか、下降とかの時にサブが当たったりするから、やっぱ弾撒くのはめちゃくちゃ大事。で、AP 弾だけ狙うようにしてる、こことか。これ相方の覚醒中撃っちゃったからね、もったいなかったっちゃもったいなかった。あ、そう、ここで特格ステップ、特格ステップでエアリアルのビットを避けれないのが分かったんで、なんか避け方模索しなくちゃなって思って、これ、上手い人のドルブを、今頭の中で思い出して、そういやなんか格闘振って避けてたなっていうので、なんかねどっか後半この試合じゃないな、多分後の方の試合でなんかやってたような気がする。ここマシンガンで迎撃するけどダメだった。これ先落ちそう、152大丈夫かS 角なんだよな、 C 角選べなかったな、 C 角あまりのキャラパワーなくて、まあ相方先に落ちれたから全然いいでしょう。 AP 弾 AP 弾ダメそう、ステップ特格ステップ特格、サブ空打ちしながら様子見て、サブサブ覚醒吐きまして、ゼロ動かしました、着地させないようにって思ったけど、3段じゃ落ちないのか、あんまり軽くないね、怖い怖い怖い、死ぬ死ぬスモークダメだった。これねスモークゼロのメインとか避けるときあれだね、ステップ特格ステップ特格ってやるよりもなんかスモーク耐えてるんだったらダッシュとかの方がいいね。ああいう範囲武装避けるときはダッシュシッパの方が良さそうな感じがした。耐久500あるのね、こいつね結構多いのね。まあドルブって毎回多いのか、ドルブ乗ったことないから。で、焼夷榴弾すげえ当たり方して、3連射打ったのにダウンしてない。これダウン値低いんだね。すごいね。2回目エアリアル落としてゼロ落としたいっす。ロリバーがなんか愛されボディで当たんなくて相手ひよってロリバーしっぱなし。これびっくりした。うわ、ガードでんかったっつって言ったら全然当たってねえの。おー、ちっちゃい愛されボディやーっつって。ドルブね、打たしてくれると本当に強い。こんなに違和感のドルブでも弾強いって感じるから、本当に職人の弾やばいんだろうね。というわけで3戦目、相方が変わりました。あ、松。あ、今回相方全部変わります。なぜかっていうと、1勝ち、1負けをずっと繰り返してたから。1勝ちできたらよかったけど、相方サブ誤射してる。1勝ちできたら全然よかったんだけど、1勝ちもできない時あったからね。本当にひどかったわ。勝率全体通して3割もねえんじゃねえよ。うお、すげえ、負け打ちか、今の。なんか、そう、ちょっとね、どっかの試合でね、負け打ち、この試合かな？どっかで、うおー、すごい、周囲リーダー曲がってくる。どっかで負け打ち綺麗に当てるとこあるから。あ、そう、ここ、このエアリアルのビット見て、横角横角振ったけど、オーバーヒートしちゃったら、多分横角1回で振り切れるんだよね。なんかね、
動きの初動が大きいから横角。だからファンネルとかの多分避けんのは横角振ってサブ打って地面近くしてダッシュして特角でブースト回復とかで避けんのかなとは思った。と思っただけね。ここ弾当てて AP で追撃して、そう、弾は本当に強いんだよね。ちょっと上手くない？なんかさ、ちょっぽいでしょ？ちょっと上手くない？ちょ、あ、ここオーバーヒートになっちゃってるけど、ちょっと上手いでしょ？それっぽくは乗れてるでしょ？ここビット来て、そう、横角を手癖でやろうとしたんだけど、オーバーヒートになっちゃったら、そう、こういう時のね、ブースター管理が難しいね。いや、上手い人たちすごいよね。あれ管理できるんだもんね。S 角、やっぱパワーがありますね。曲げ打ちしたいけど、全然曲げ打ちしてない。サブポンポコポンポコ打って、ブー角振って、サブ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 。やっぱこういう時の弾は強い。いやー、オーバーヒート。にわか特角出んかった。タンク状態だとメインから特角出るんだっけな。なんかそれ今使えばブースター回復でなんとかできたっぽいけど。曲げ打ち狙うけど全然あさってる方向飛んでる。超新地旋回うまく使いたいっすね。昇竜弾当たりそうだけど当たんなかった。相方の格闘邪魔しちゃった。エアリアルが覚醒してますよ。ギスも覚醒してると。どっちかワンタッチできたらでかいけど、あい、無理ー。無知無理ー。これ、ギスに貼られなくて本当によかった。ギスに貼られて無知ブンブンされたらマジ死んでるよな。サブ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 。焼夷榴弾当てて、さ、APAP めっちゃ減りました。焼夷 APAP とかさ、マジでやってる人っぽくない？あ、ここら辺かな？あ、ダメだ。全然避けれなかった。今、乾燥して、格闘振ってたら避けれたっぽい。相方が吸ってるのに間違えてサブおもらししちゃって。いやー、特殊取られてって。相方耐久360、340。全然耐久調整的にはいいでしょう。曲げ打ち狙うけど漁ってる方向。これ曲げ打ち狙うの難しい。ここ乾燥しちゃって AP 打てなかった。打っててたらかっこよかったな。 AP ダメそう。仮想仮想ガチャ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 。エアリアルこっち見てきて、一回サブサブ当てれたんで、エアリアルでもいい感じ。横 CS 当たって覚醒溜まりました。起き上がる速攻で覚醒相手スモークディスチャージャーからサブ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 、はい、サブサブサブ。この携帯の時のさ、サブ連打めっちゃ好きなんだよね。サブサブ、青捨て、サブサブ、青捨て、サブサブみたいなのすげえ好きだった。強いかわかんないけど、めっちゃノックバックするから、なんか、こっちノーリスクで弾打てて結構強い感じがした。ドルブな、本当に打たしてくれると強いんだよな。というわけでラスト、相方がまた変わりまして、シャゲ。シャゲで結構ベストパートナー感あった。で、相手がウィングゼロとエアリアル。ここは、あ、またできなかった。ビットついた時にね、乾燥して、乾燥やった後に振りたいんだけど、なかなか難しくて。ここ、焼夷榴弾当たって、カットで焼夷榴弾当たって、サブサブと。ゼロも取りたいけど、いや当たんなかったか。結構いい挙動してたんだけど。で、なんかタンク形態のサブとタンク形態じゃない時のサブってなんか弾の挙動ちょっと違うらしいね。なんかここら辺はにわかすぎて分かんなかった。どっち打ってても強いなって感じ。なんかタンク形態で弾打つ時ってなんか建物とかの裏で打ってもなんか放物線を描いて打つのかな。なんか建物に当たらないみたいなのをマキオンの時に調べて知ったんだけど、まあうまくは使えなかった。だから建物裏でも一応弾を負けるらしいね、こいつね。なんかそういう戦い方はできるといいのかなって思ったり思わなかったりラジバンダリって感じ。相方がゼロになぎなた刺してめちゃくちゃ減らしてくれてる。超新地旋回とかも活かしながら動いてます。ちょっとそれっぽい。相方にマシンガン当ててよろけさして、しば、C 角食べた。まあ C 角食べさせました。そういう風にしましょう。これ相方めっちゃ絶叫してた。なんでよとか言う。いや、ブルブル出ちゃったって、おもらししちゃったとか言って。ここゼロ着地挟めなかったんで、ゼロ S 角、これ S 角俺も吐いて、圧力かけて着地させないようにしましょう。相方も同じ意図で隠されて、あれオーバーヒでしょう。めちゃくちゃ減った。めっちゃ減った。ここはい見ました皆さん、褒めてください。はい、褒めるところです。今僕が何を知ったと思いますか？曲げ打ちです。褒めてください。はい、ここもちょっとうまい。すごいでしょ、これ初めて曲げ打ち当たって感動した。あ、これもうゼロがもうおめえこれで死ぬやんつってバレました。マシンキャノン無理です。今の曲げ打ちマジで痺れたな。これ相方にも褒めてくれっつって相方に褒めるのを強要させました。はい、エアリアルのビット無理と、エアリアルのビットとゼロのマシンキャノンマジ無理です。 S 覚醒終わって相方触りに行ったというか無理やり落ちに行ってくれたね。まあ、スモークディスチャージャーもスモーク回るんで、なんとかワンターン目は大丈夫そうでしょう。曲げ打ちになってる。さっきの味がお忘れられない。でも結構いいところ行ったけど、全然ダメだった。三段曲げ打ちはどうなんだろうね。まあ、ミリ狩りとかはちょっと強そうだけど、狙えればね。ここ、まあ、覚醒、スモークで相方っていうか、エアリアルの覚醒吐かせて、プレッシャーまで吐かしたのはでかいでしょう。この後取れたらでかかったけど、ちょっとビタって止まっちゃった。まだ操作に慣れてない。そうね、これね、
時間、試合時間が長くなればなるほど、あ、そう、これ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 、見た？今横角横角でサブ打ってビット避けました。こういう避け方するんでしょ、上手い人は毎回。俺もう何十試合も通してこの1回だけ、マジ無理。あい、うわ、もうどうせマシンキャノンだろう、ガード仕込んで、あい無理。メインから下ハセやるけど、相方がメインから投げなたさせて鈍足つけました。ちょっとスモーク帯って逃げようとするけど全然ダメ。こういう時も横角振った方がいいんだろうな。というわけで折り返し、相方耐久調整もいい感じ。エアリアルがこれ見よがしでサブ打ってきやがって、覚醒でなんとか逃げようとするけど全然ダメ。これマシンキャノン擦られるぞ、大丈夫か。マシンキャノン来てビビって覚醒剤逃げてってめちゃくちゃ減りました。サブから相方もう一回鈍足つけて、もっかいと思ったら相方を浮き攻めで倒してくれて、というわけでヒルドルブでした。これどう、一般プレイヤーでも頑張ればこんくらいはできる。で結構ね、乗り込めば乗り込むほどね、結構楽しかった。俺みたいな雑魚でも、雑魚ドルブでも撃ってる弾強えなって感じた。本当にいいねこのキャラ。いや、いいね。まあ苦しかった。あとね、一回勝つと次の試合がすぐ始まるわけじゃん。右手がバチクソ痛え右手がバチクソ痛いの。ステップ特格、ステップ特格やって、弾打って特格やってってずっとやってるから、手がめちゃくちゃ痛くなるの。そこだけが本当に大問題。それ以外はね、結構ね、やれるようになってくるとめちゃくちゃおもろい。打ってる弾めちゃくちゃ強いなって思うもん。というわけでよかったらチャンネル登録とか高評価とかしてくれるとすごい嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。またね。一本ドルブ見習えよ。